環境省はパキスタンの中央省庁で政府が許可する国の環境事業及び林業の政策執行について計画、調整、促進、保護及び監視を所管する行政機関である。政府の活動には動物省、植物省、林業、野生生物の保護、調査、汚染の予防の管理、増林、土地の荒廃の緩和等が含まれる。環境省は 自然公園の管理と設立も所管している。環境省の長は環境大臣であり、環境大臣は内閣の一員である。環境省には筆頭の官僚として環境次官がいる。環境次官は通常公務員の中から任命され、環境大臣の監督下に位置づけられる。環境省には独立した行政機関であるパキスタン環境保護庁がある。 観光保護庁は、環境省の主要な部局であり、通常、大気汚染、放射性廃棄物の処理、環境同位体の使用促進を取り扱う。パキスタン環境保護庁は、環境省の付属機関であり、1997年パキスタン、環境保護法の執行を所管している。また、環境政策と事業の作成のため、環境省に対して、技術的な支援をしている。 ありがとうございます。